の豚カフェミニピッグカフェ行こうと思ったら振られましたちょっと違うところをリベンジでなんかしようって言って、何しますか。やばい、竹下通り12年ぶりぐらいに歩いてる。最後18歳ぐらいじゃない、高校高3ぐらい。ここ萌香さんの庭だったんじゃないですか。庭なんかでも広くなった感じする。え、本当ですか。なんかこの幅が、タイルの幅がさ、やっぱりここ奥に行きましたね。ね、奥に行った気がする。あ、豆しばか、豆しばカフェ行く。かわいい。豆しばカフェ行ってみる。豆しば行ってみますか。豆しばいるのかな。豆しばニコルが行ってる。へえ、かわいい。急に入れるかな。入れますように。今春休みだよね。春休みです。だからめっちゃ混んでるんですよね。かわいい、見て。かわいい。豆しばカフェに行きます。レッツゴー。レッツゴー。あ、混んでる。混んでるわ。でも一組じゃない。3時40分からのご入場だって。フードコートに。フードコート楽しそう。え、でもさ、上です。すごい、ギャル。おお、店閉まってる。あれ結構閉まってます。うわ、美味しそう。ニャンニャンチキンも美味しそうだし、見ましょう。あ、これですよ。さっき食べてたやつ。食べたことない。わ、ここ大好きです。何これ。これめっちゃ美味しいですよ、オレオの。あ、美味しそう。何これ、アイスクリーム。アイスクリームとオレオのチュロス。それでチュロス入ってるの。そうです、そうです。わあ、懐かしい。何爆弾って。なんかこれ一時期なんかどっかでありました。え、これ全部たこ焼き。たこ焼きです。めっちゃでかいですよ。あのサイズです。え？食べれないじゃん。どれがいいですか。どれがいい。私メロンがいいんだけど。でもさ、あんま食べたことないから、横井ちゃんこの中でレコメンドしてほしい。どれがいいか。なんかこの韓国のやつ食べてみたいですよね。ここか、食べて、ここにしようか。どれがいい。でもこういうやつも食べてみたいんだけど。食べてみますか。買い物したことない。チャレンジ。どれがいい。でも人気ナンバーワンにする。ポテトいいですね。ポテトレーラ。ポテトレーラしてみる。ポテトレーラしてみましょう。あと他は何だ。何です。迷いますね。ホットクかトッポギか、それか辛いチキン。あー、辛いチキン。辛いチキンしようか。辛いチキン。これのこれポテ。すいません。よいしょ。でもチキンあるんだよ、こっちも。あ、ほんとだ。あ、ここで売ってる。あ、ついに。でしょ。じゃあ、ポテトレーラー甘辛セアニャンチキンがいい。はい。すいません。萌香さん、どれがいいですか。いや、私全然わかんないから、なんでもいい。うわ、あの激辛デビルはさすがに辛すぎます。絶対嫌だ。食べないな。普通に照り焼きかヤンニョムかな。あ、そうですね。その2つどっちかがいい、ね、どっちか美味しそう。楽しいね。こう中学生の気分。久しぶりに。私も確かに原宿にちゃんといるかも。だよね。オフコーデ。この服やばい。今日最初ミニ豚の。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ミニ豚カフェ行こうと思ってたから、なんでもいいやもうな感じ。あっち奥行く。あっち行きましょう。じゃじゃん、ヤンニョンチキン。トッポギもトッピングされてます。あ、トッポギ。あ、おいしそう。おいしそう。食べよう。いただきます。あ、じゃあ私行くときに。あ、出て出て。うわすごい。これ本当初めて食べます。わー、なんか名前忘れちゃったけどなんだっけな。ポテなんとかです。どっちから行く。うわ、どっちから行く。行きましょう。10分で完食しないと。おいしい。いただきます。あ、なんか一番かかってる。うん、おいしい。甘いですね。甘い。辛くはない。こ
チーズ入ってるんで飲みますよ。飲ましてみてください。飲みよう。なんか美味しい。マイニー。待って、さつまいも？さつまいも？甘い気がするけど、普通の芋なのかな。でもなんか砂糖かけました。それ砂糖です。うん、飲めないですか？意外とああいう感じで。いいですか？画面から聞いてますか？楽しい原宿版出てきたんや。トッポギ食べちゃおう。これが癖になるってやつ。うん、楽しいですね。それ JK の間で結構もう1年半とか2年前くらいで流行ってたのは結構それぐらい。もう2年とか経つんじゃないですか。すごくない？インスタグラムでみんなが上手に食べてるのと全然できないんだけど。じゃあ行くか。40分になったからなんだっけ、柴犬カフェ、豆柴、豆柴カフェ行きます。ソフトバンクのお父さんですか。お父さん。お父さんパート2。真ん中にみんなと一緒にいる感じ。来ました。三方向から来ましたよ。見えてた。やっぱ君がいいっつって。やっぱ私に決めてくれたらしい。嬉しい。今度この弟子来た急に。泥棒ちゃん。この子はボンです。この子はクイクイちゃん、眉毛クイクイちゃんぐらいは眉毛です。かわいい。ここが落ち着いてくれたんか、ありがとう。ありがとう。トイレ来たの。トイレ来ますかね。